ルース駅は、イングランド・カンブリア州、バローイコールインイコールファーネス町のルース郊外にある駅である。当駅は、ランカスターへ向かうファーネス線の主要駅である、バローイコールインイコールファーネス駅の1プラス3、4マイル南に一致している。当駅の施設は、非常に基本的なものであり、職員が配置されておらず、標準的な避難所以外は常設の建物がない。旅行者は、 列車内で切符を購入するか、当駅には発券設備がないため事前に切符を購入しておく必要がある。列車の運行情報は電話と時刻表ポスターによって提供されている。ステップなしでアクセスできるプラットフォームは近くの道路橋から南側のランプを経由して利用でき、道路橋は2面のプラットフォーム間を連絡する役割もあり、 北駅側に隣接する道路から直接つながっている。当駅はノーザンによって運営されており、バローイコールインイコールファーネスランカスター間を列車が約2時間の間隔を置く基本的な毎時サービスで運行されている。特定の列車は北駅はワーキントン及びカーライルまで延長運転され、いくつかの南駅はプレストン、またはマンチェスター空港まで延長運転される。 日曜日の運行も同様のサービスとなる。ありがとうございます。